本日はお忙しい中、そしてまたコロナ禍で大変な中、サイバーリソンステージ君のカフェの、プレス発表会に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。私本日司会を、務めさせていただきます、プロデュースを担当しています、佐田方と君のカフェバーチャルメイドのキナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、キナちゃん、バーチャルメイドってそもそも何でございましょう。はい、ご説明させていただきます。こちらのサイバーアニソンステージ君のカフェは六本木の中心部に突如出現した空間でございます。近未来のアニソンライブステージが時空を超えてコネクトした、その名もエリア31010なんです。そこは誰もが主役になれる場所です。コネクトされたご主人様が理想のアニソンライブをプロデュースできるよう、私たちバーチャルメイドがご主人様の夢を全力でサポートさせていただきます。はい、こちらの君のカフェはですね、アイドルプロデュースを多数出かけておりますリオリカンパニーと、台湾の、人気メイドカフェでありますリリス・イン・ワンダーランド、そして私、2.5 次元ミュージカルですとかアニソンライブを出かけております、ショーマンズの、3社でタッグを組みまして、それぞれのノウハウを生かしまして六本木というですね、オタクみたいな地といいますか、ね、秋葉原、池袋とはまた違ったこの、地でですね、メイドカフェをオープンするという、非常にチャレンジングな、プロジェクトに、なっております。はい、では、早速でございますが、本日、ご給仕を、させていただく、バーチャルメイドを、ご紹介してまいりましょう。アイスさん、ユナさん、チョロさんです。ご主人様、お嬢様、ありがとうございます。バーチャルメイドのアイカと申します。よろしくお願いします。ご主人様、お嬢様、コネクタありがとうございます。バーチャルメイドのユナと申します。よろしくお願いします。ご主人様、お嬢様、コネクタありがとうございます。バーチャルメイドのチャロと申します。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずそのどのようなメニューといいますかサービスといいますか、そのあたりをご説明ください。はい、ドリンクやフードのメニューに加えてコンセプトカフェでは定番のお絵かきメニューなどがございます。またこのようなステージもありますので、アニソンなどを中心にさまざまなカラオケをすることができます。バーチャルメイドへのリクエストも可能となっております。席などもございますのでたっぷりお楽しみいただけるかと思います。はい、そして本日こちらにね、そのメニューが、ね、今飾っておりますので、後ほどそちらの方もご覧いただければと思います。ね、皆さんで普段お絵かきをしたりとかですね、そういったサービスをしていただけるということでございますね。そしてこのメイド服なんですけども、今日初お披露目になります。なんとね、あいさちゃんが、ね、デザインされたというふうに聞いてるんですが、はい、今回いおりカンパニー所属のアイドルグループ君の周りに所属してるんですけど、そちらの方で、イラストを制作しててグッズとかを普段作ってます。そのご縁もあって今回衣装の制作をさせていただきました。私は今までそういう衣装制作は一回もしたことがなくて、今回運営さんとたくさん話し合いながらこうやって衣装を作っていきました。初めてこうやって衣装をちゃんと見て、すごいこれからみんなこれを着てお給仕してくれるんだなって思うとすごくワクワクしてます。今回こんな初めての経験をさせていただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではですね、ここで、お一人目のゲストをご紹介したいと思います。漫画悟られの原作者佐藤誠先生です。こんな本当に世の中がとんでもないことになっている中、こんな新しいサイバーアニなんかという新しいチャレンジが、無事オープンできたということになっています。ありがとうございます。ここでちょっと悟られのご紹介をしたいなと思うんですけれども、講談社イブニング連載になりますね。2000年ぐらいですか。2000年前ですね。
冠式だったので、でまだ続いてるという噂を聞いてますか。はい、はい、続いて今帰ってます。はい、はい、2001年にですね、安藤正信さん、そして鈴木京香さん主演でフジテレビでね、映画化されまして、そして小田切女さんもね、主演でドラマ化されたりという人気作品ですけれども、もう2年ほど前になりますか、私演出で舞台化をさせていただいて、そこからの佐藤先生との深いお付き合いが始まりまして、で今回のですね、こういったこうアニソン、ステージということで、先生にいろいろと、デザイン面ですとかいろんなことに、ご協力いただくことになったということでございます。はい、今日はですね、先ほどのバーチャルメイドたちを先生にライブドローイングをしていただきたいなと思っておりまして、この後ちょっと時間を設けて、皆様の前で披露いただければと思っております。はい、ということで先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんちゃっぴー、西山ひかりです。並ぶな。サイバーアニソンステージ君のカフェオープンおめでとうございます。西山ひかりです。ひかりも誠先生に連れて行ってもらおうと思ったんだけど、悟られなので皆さんに心を読まれちゃうのは恥ずかしいから、今日は無人島のお家から参加したいと思います。メイドさんやってみたいなと思っていたので、お店にお願いしてバーチャル接客というのにチャレンジしたいと思います。とっても緊張するけど、皆さん後でいっぱいお話してください。これから光のお友達の VTuber さんたちにも声をかけて盛り上げていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。はい、光ちゃんよろしくお願いします。この後ですね、西山ひかりちゃん、高校の、モニターでですね、高校のコロナ禍においてそのなかなかこうリアルな接客が難しい中、その我々のチャレンジとして、バーチャルメイドによる、いわゆる VTuber を使った、接客ということにも、チャレンジングしていこうというふうに思っております。今日そのデモンストレーションを、皆さんの前でですね、初披露という形にさせていただきます。でまた佐藤先生の、ライブドローイングも、これから始めさせていただきます。バーチャルメイドの西山ひかりちゃんとお話ししたいと思います。こんにちは。もう少し近くにやりましょうか。こんにちは、ひかりちゃん。はい、こんにちは。こんにちは。お話ししに来ちゃいました。かわいい。見えてるんですか。見えてますよ、ちゃんと。見えてます。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。無人島に住んでるんですか。そうです。初めて隣なので、心の声が聞こえちゃうと恥ずかしいので、やっぱり聞いてます。すごい。何されてるんですか、無人島で。無人島ではリスと戯れたりする。いいな、楽しそう。でも、バーチャルで楽しんでいます。書くときのポイントですか。いやー、なんかちっちゃい時から書けちゃったんですよね。すごい練習とか。練習はしたことないんですけど。先生方ですね。そうですね。っていうか漫画家に入って、あ、自分普通じゃないんだって気がつきました。先生、今何を書いてるところでしょうか。はい、彼女を、はい、横からちょっとここに全部4人収めるためにちょっと、座ってるような感じで加工を本日は、アニソンスペシャルステージと、いうことを、設けさせていただきました。サイバーアニソンステージにふさわしいゲスト、お二人、まずは内田ゆかさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。サイバーアニソンステージ君のカフェ、いよいよ明日からオープンということで、本当におめでとうございます。なんだかあれですね、アニソンがコンセプトとなってて、そして近未来の、アニソンステージがライブで行われるということで、
本当にすごいことになってるなと思いながら、確かにバーチャルの部分があったり、あと音楽もたくさんでしょうし、そういうのが融合して素敵な夢のある空間になっていくといくんだろうなと思って私も期待しております。そもそもですね、この、カフェを、作られているショーマンズの定方翔さんとは、私は国内とそして海外と歌のショーでお世話になってたりしてます。そして舞台とかにもね出演させていただいたり、朗読劇にも、出演させていただいたりと、かれこれ30年ぐらいずっと翔さんとは仕事で関わっているんですけれども、今回またねこういう新しい、お店を開けるということで、翔さんは本当に 2.5 次元のミュージカルとかもそうなんですけど、早くからねそういう新しいことをエンターテインメントをこうされてるイメージが私もよく見ててありましたので、また今回のこのカフェもきっと新しい新たなこういうエンターテインメントの場所としてまたこうやってみんなとつながったり広がっていくんだろうなと思って、私自身も楽しみにしています。はい、それではですね、大変お待たせいたしました、続きましてですね、本日のメインゲストになります、井上あずみさんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、井上あずみです。今日はですね、サイバーアニソンステージ君のカフェということで、オープニングに、ね、ゲストとして呼んでいただけて本当に嬉しいです。このコロナ禍で皆さんもそうだと思うんですけれども、3月から私実を言うと30本以上ですか、コンサートが延期になったり中止になったり本当に大変でした。私たちみたいな仕事はやっぱり密がいい仕事なんですね。たくさんの方に見ていただいて生の歌声を、間近で皆さんに聞いて、そして見てもらうというそういったものが仕事である、まあ、コンサートライブはそうなんですよね。そんな中、この素晴らしい場所、本当に六本木一等地だと思います。私も電車で来たんですけれども、30秒もかからずにこの場所に来れました。私は実を言うと日本でのコンサートもすごく多いんですけれども、世界中いろんなところでコンサートをやらせていただいています。今年は実を言うと4月には、スイス、そして台湾、イタリアのナポリ、そして9月には、中国、アリゾナ、そして、ロシアと本当にたくさんの、アニメフェスティバルというんですか、コンサートに呼んでいただけている予定でした。それがですね、こういった形で、まあ、中止になったり延期になったりした中ですね、この素晴らしい、お店ができてとても喜んでます。どうしてかというと、六本木は本当にもちろん日本の方もたくさんいらっしゃる場所なんですけれども、このコロナ禍でなければ、世界中の外国の人たちがみんな集う、そういった場所だと思います。こういったところで、本当に新しい、一番新しい、カフェなんじゃないかなと思います。またこの、来年ですか、コロナ禍が収束して、たくさんの外国人の皆さんが、この六本木にいらっしゃる時にこの君のカフェがたくさんの外国の人たちでいっぱいになっている、そういった、本当に姿が本当にこう分かるというか、たくさんの人が来てくれるようなそういった場所になってくれたらいいなと思って歌わせていただきました。なんかね、やっぱり今もアニソンめちゃくちゃアニソンがすごくヒットしていて、私が今さっき歌った曲は隣のトトロ、スタジオジブリさんの作品なんですけれども、あの当時ちょうどそうですね、トトロは、今年で32年を迎えるのかな、その32年前は、アニソンはこんなにヒットする作品じゃなかったんですね。ですから今は本当に大、なりたい仕事ナンバーワンが声優さん、そして、まあ、10位以内に入ってると思うんですけれども、アニソンを歌いたいという子どもたちがすごくたくさんいて、私も、アニメの歌を歌わせていただいてすごく嬉しいです。こんにちは、聞こえてます
見えてますよ、ちゃんと。はい、改めてお名前教えてください。西山ひかりです。ひかり、YouTube をやっているんですけど、はい、あんまり投稿できていないので、はい、お友達登録をいっぱいしてほしいです。ひかりはいつも無人島で一人でいるから、あんまりこういろんな方とお話しする機会が少ないので、こういう場所でいろんな方とお会いしていっぱいいろんなお話をできたらなと思っています。じゃあ、最後に2020年、はい、漢字一文字で言うとどんな感じでしょうか。2020年漢字一文字、はい、なんだろうな。いえ、なんでですか。まあ、いつもなんですけど、家に今年はよりいたなぁとそんな単直な感じですが、家にいっぱいいたので、家という感じを。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まずもう皆さん存じていると思うんですけど、お名前と今回の役割を、すいません。はい、私、演出家の正松定方翔と申します。よろしくお願いします。このサイバーアニソンステージ君のカフェ、でですね、プロデュースを担当させていただきました。どの辺、まあ、いっぱい苦労されたと思うんですけど、特にここを見てほしいとか感じてほしいっていう。そうですね、まず六本木でやるということ自体が、まあ、なかなかのチャレンジなことだとはやはり思っておりまして、それに対してこうどう今までのただのなんですか、そのなんですか、メイドカフェ好きな方々とはちょっと違った客層もたくさんいらっしゃると思うので、そこにこうチャレンジどうしていくかなって考えた時に、このアニソンというテーマを持ってきたというところで、これをどう生かしていくかが今課題ですね。今日本のアニメ大好きな外国の方いっぱいいると思うんですが、はい、その辺に対して何か、はいはい、六本木というところでやはりその外国のお客様にいらしていただくということは、やはり前提に考えていることでのやっぱりアニソンということでもございます。で、まあ、これで今コロナ禍明けて、外国人観光客が増えてくる中に、この一つ、まあ、お客様がたくさん来店いただくということも目指してますし、コンテンツとしていろいろこのメイドの子たちが海外に向けて発信できる、このバーチャル接客も含めた形での展開というのをですね、推し進めていきたいとは考えています。佐藤さん、普段海外で公演とかよくされていると聞いてますけど、はい、海外でこう感じる日本のアニメのパワーっていうのはいかがでしょうか。いや、もうやっぱりそれはもう本当にクールジャパンと言われているそのコンテンツの威力というのは半端なく、もう本当に今日本と遜色ないと言いますか、日本で流行ってるもの、まあ20、まあ、こういった仕事で海外にやはり始めて20年ぐらい経つんですけども、当時はもうやっぱりインターネットも発達してなかったということもあって、そのメジャーコンテンツしかこう海外には伝わってはいなかったんですけども、今やもうどんな小さな作品、まあ、我々のようなお店 もう発信できる時代になってきたので、そこは推し進めていくべきところだなと思ってます。